短パンの線を抜く男。我々が取材をしたオタクはパーティーの真っ最中、このシャンパンを手にした男こそ日本一華麗にシャンパンの線を抜く男なのだ。男はテーブルから遠く離れ、シャンパンのコルクをしっかりと押さえた。そしてケーキに向かってその目を光らせた。次の瞬間、我々が見たものはケーキのろうそくにご注目。なんと見事なコントロール。男は恐怖の線を飛ばし、一発でろうそくの火を消した。まさしく華麗にシャンパンの線を抜いている。男は次にシャンパンの線でもう一本のシャンパンのコルクを飛ばし開けてしまうというが、お見事、ピンポイントで確実に当たり線を抜いてしまった。まさに彼がシャンパンの線を自由自在に操る華麗な技の持ち主だった。第98位、100羽のトンビを操る。